忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。人の歴史に最悪あり。それは人知の及ばぬ現世の断り。人の歴史に最悪あり。この世界は大規模な天変地異によって幾度も壊滅的な危機に見舞われてきた。しかしそれは天災ではなく邪悪な破壊の意志によるものだった。この大いなる災厄に全てをかけて抗うこと、それこそが現代に生きる忍びたちの究極の任務なのだ。この任務に挑む忍びのほとんどが命を落とす。だがそこに悲しみの涙が入る余地はない。そもそも忍びにとって無事に帰れる任務の方が稀なのである。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき花。現世に漂う忍びの魂は何を思う？志半ばの無念か、残した者への未練か、それとも「これより始まる物語は忍びの魂を鎮める祭り、鎮魂の宴の記録である」。聖火の宴の果てに裏若き忍び学生たちは何を見るのか、何を感じ取り何に涙するのか、それはまだ誰にもわからない。夏来たりて宴咲き染める。その宴楽しからずや。何よこの声。みょうびちゃん、こっちこっち、こっち見て。こっちこっちじゃない、あんたなんて格好してんのよ。ったく、で何が見えるのよ。お昼連覇か、やむよ市民法。
療肥料連覇か大連みはみ忍び結界を張って何をやってるのかしら。あの日の中に飛び込んだら絶対熱いよね。レオナちゃん絶対気持ちいいよね。だからバカ。願わくば別の場所別の時代別の時間において幸せな人生を。病気よ。お姉ちゃんに触らないで。おお、お前たち。ヨーナ。お姉ちゃん。大丈夫？ねえ、リョウビちゃん、今のもう一回やろ。え？バーンってなって、ピューンって飛ばされ、こんなに痛くて気持ちいい遊びがあったなんて。リョウナちゃん、あんたね、バカじゃないの？リョウナちゃんをバカって呼ばないで。じゃあ、なんて呼べばいいのよ。バカ犬って呼んで。それがダメなら、メス豚って。あんたと話してると頭が腐ってくる。そんなことより、あそこに。そうだった、気持ちよくて忘れてた。病気お姉ちゃんに会いたい。でもどっちに行けば。もほら見て、あっちに光が見えるでしょ。きっとあそこよ。本当だ、あそこにさっきの光る顔。でもどうして。絶対生き返ったんだよ。もう細かいこと。どうしたの、リョウビちゃん。なんでもないわ。何か来たわよ。構えなさい。うん、リョウナちゃん、絶対頑張る。リョウビ。悪の誇りを舞い掲げるわ。になっても無駄。おかしい。パパも準備 OK だよ。これはどう。これで終わりにしてあげるわ。どう。
てんじゃないわよ。吹き飛びなさい。ほらほらほら。見たことのない忍びたちだったけど、どうして襲いかまあいいや、今は絶対それどころじゃないもん。よし行こう、リョウビちゃん。はあ、なんか乗り気じゃない感じだね。本当にどうるさいうるさい、そんなことは分かってるってこのメス豚。そっか、リョウビちゃんは良気お姉ちゃんをね。せーの、心の準備？あ？はあ？そんなわけあるか！つまんないこと言ってると、あーいい感じ。もうたく、そういう変態チックなところ姉さんには見せなくて。そんなことないもん、良気お姉ちゃんは良な。あんたがそんな調子だと姉さんだって梅酒みたいに。おいおい、それを言うなら梅酒じゃなくて梅酒。良美ちゃん、その一人ツッコミ一人うるさいうるさい、とっとと姉さんをさ、はーい、病気お姉ちゃん、絶対会いに行くから。姉さん、今さらどんな顔で会えばいいのよ。リョウビちゃん、リョウナちゃん、お久しぶり。それは永遠に忘れない。お姉ちゃん、生き返っちゃいました。永遠に忘れることができない奇跡のような8日間が始まりでした。どこかの遠くにあるという天国みたいな島でも足りない真夏の太陽、輝く青い空、澄み渡る青い海、ヤシの木も優しく揺れる場所、探し出し
皆さん、今日も修行を始めましょう。立派な善人になることが私たちの目標。ちょっとみのりち、私が大切に取っておいたプリン勝手に食べてないもん。嘘だ、今美味しかった。少し静かにしてくれ、うるさく。んごーみのりち、セリフ。登場人物たちの感情を。あの、皆さん、みのりも一緒に叫びたい。みんな、いい加減にしなさい。っていうか、夜桜ちんもすでに怒ってるし。はーい。ありがとうございます、夜桜さん。本来なら私がみんなを叱らなければいけないのに。そんなことは気にしなくていいです。リーダーの力。ありがとうございます、夜桜さん。本当に、私、夜桜。どういう意味ですか？夜桜さんから五光が差しています。五光？わしの背中から光が出ているとでも？どういう、夜桜ち、マジで五光差してた。アイスクープブログに投稿しなくちゃ。なんじゃと。ありがたや、ありがたや。わしを拝むのはやめてください。みのり、わかったよ。夜桜ちゃんの後ろで。この光は一体なんかヤバくない？この光超で。気をつけて。皆さん無事ですか？全員。ええ、どうやらみんな。でもここはどう見たって真夏のビーチだよね。なんで私。ユミちゃん、あっちから変な人だ。皆さん気をつけて、殺気を感じます。ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。
ちの正義クロク甘くせセーフクレイネセはセーフクレイネ許しませんは頂戴しますこれが私の正義クロクセーフセーフこれが私の正義です打線の力を受けなさいはは許しませんセーフちょうだいしますは体が熱いはいお別れですねちょうだいしますマイチかわいいやはっはっ滅びなさいなんとか撃退できたみたいですね。ですがユミ、この者たちは。はい、以前スパリゾートで襲ってきた者たちと、あの時はこの者たちがいきなりは、今度は私たちの運がこの場所へと引き入れられたように感します。あの者たちは何者なんでしょうか。悪人とも妖魔とも見当もつきません。そしてこの場所は一体。我は砂浜に穴を掘って生まれ、皆さん、もう少し緊張感を持ってくれると助かります。最高評価をいただき、恐悦至極に存じます。ダメだ、見つからない。リョウビとリョウナはどこへ行ったというのだ。こっちもダメだったよ。どこを探しても見つ、修行中に黙っていなくなるとは。まさか悪い人。やっぱり外は怖い。ダメだ紫、そう簡単に引きこもり生活には。でも重要なレイド戦は今日。ゲームの中の仲間より現実の仲間を心配。偉いぞ紫、それでこそパ。ではもう少し探してみるか。何事も。まったく、これで実は遊んでましたなんてオチだったら絶対に許さない。イム、お姉ちゃん。なんで二人とも引きつく。お前、おでこ。え、みやび、何を言ってるん。うん、おでこが光ってるって。そいや、間違いなく光っている。ピカピカと。大丈夫だよお姉ちゃん、おでこが光って。ああ、私も同じだ。おでこが光っていても。だから光ってるわけ。あ、なんか僕の頭の上で光ってるぞ。本当だ、その光が。ほら見たことか。だいたいおでこがピカ。待て、イム、おでこの話をしてる場合じゃないぞ。え、いやー、
ム、紫、二人とも無事か？あ、うん、夏の砂浜、海は、太陽は、イム、紫、さっきだ。本当だ、誰かがこっちに来る。状況がまだ飲み込めないが、さっき思った。了解だよ、ミアリ。久しぶりに一暴れ。ミアリ、秋の誇りを舞い掲げよう。手応えのない連中。ミヤビ、こいつらってこの間のスパリ？ああ、そうだな。見たことの、まさか料理と龍馬も。可能性はあるな。くんくん、待って、お姉ちゃん。料理と龍馬の匂いか。うん、この匂い。紫、案内を頼む。急ぐぞ。あれ、リョウビさんとリョウナさんとそっくりな匂いが、もう一つ。この匂いは誰？
評価だ。いや、こっちに来ないでよ、カツネ。どうしてだよ、アスカ。こんなに頼んでるんだから、少し…ああ、そうか。頼み方の問題なんだな。では、改めて。お願いです。おっぱいを揉ませていた…ダメ。ダメって、今の頼み方でもダメなのか。頼み方の問題じゃなくて、嫌なものは嫌なの。そんなにおっぱいを触り見損なうな、アスカ。あたいが自分のおっぱいで満足するよ。今日はまた一段とカツラギが暴走しているようだな。近づいちゃった。うん、気をつけるね、野球。くそ、どうして誰も触らせてくれないんだ。減るもんじゃないのにさ。カツラギさん、いい加減にしてください。アスカさんが困っているじゃり。だったらコツネ、ヒバリの肩なら揉んでいい。はぁ、あ、肩なんて揉んでも。ヒバリ、肩が凝っているならなぜ俺に頼まれ。野球ちゃん、鼻息が荒いんだけど。ん、おぉ、あたいの願いが聞き入れられたぞ。コツネ、何言ってるん。アスカ、見てみろ、お前の後ろ。え、何ですか、この光は。この光はおっぱいの国に通じる扉に。そんなわけありません。カツラギさん、気をし。カツネ、危ないからその光に近寄っちゃダメ。さあ行くぜみんな。あの扉の向こうでおっぱいが待ってるんだ。ヒャッホー。なんとか無事見どこかのビーチみたいだけど。季節も夏になっているぞ。あ、いや、おかしくない。夏といえば水着、水着といえば。あたいが言った通り、ここはおっぱいの国に。待って、みんな、それどころじゃないよ。あ、しかもかなりの人数です。あの人たち、忍び。殺気を持って向かってくるなら迎え撃つしか。うん、そうだね、やるしかないね。よし、みんな行くよ。アスカ、前に忍びます。任務開始。やった！食らえ！
逃がすか。騒がしいと思って来てみたら、ユミちゃん、それにミヤビ、もしやアスカさんたちも、うん、いきなりで抵抗。ミヤビさんたちとは先ほど合流したのですが、ここわからないけど、でも、ああ、そう考えるのが妥当だろうな。あっちから匂いがします。え、リョウビちゃんとリョウナ、ちょっと事情があってな。二人もここに来ていたのなら話は早い。早速合流するとしよう。自分でも信じられない評価です。修行の成果が出てきたみたい。あれ、どこに行ったの？ホムラさんなら寝てるで。起きてると臨時死ぬ。なんか楽しそうな夢を見てるみたいね。無理に起こしたらかわいそうですわ。ヨミお姉ちゃん、その虫、美味しいか美味しくないかは問題ではありません。お腹にたまるか、はあ、アルバイトのお給料日もまだ先。わし、感情ないけど食欲はあるんや。おや？あれは何でしょうか？何か。お兄ちゃん、その野草を食べるのはやめなさい。いえ、これは幻覚なんかじゃ。あれ？私にも見えちゃってる。なんだここは。どうして夏で砂浜なんだ。誰か私、ホムラが寝てる間に不思議な光が現れて。バカな、そんな不思議なことがあってたまるか。いや、それホムラでしょ。というか、これは夢ならば肉よ、いでよ、たくさんの肉よ。ホムラちゃん、残念ながらこれは、なんだと。皆さん、誰か来ます。えらい殺気やな。わしらとやどうすんのホムラ。無論やるに決まっている。殺気に対しては殺気で応える。それがホムラグレン隊だからな。ホムラ、毎順次よ。
いくらでも相手になってやる。よし、チェック連戦とこいつが、よし来たぜ、受けてみろ、シャッシャッ、よし来たぜ、シャッ、300連戦突破、受けてみろ、よし、よし、よし、来たぜ、こいつで500連戦突破、まだ足りん、よし、よし、チェック、600連戦突破、こいつで700連戦突破、逃がすか、800連戦突破、忍び転身、こいつでとどめだ、薄っぺらいんだよ、燃えろ、100連戦突破、切り裂け、200連戦先駆け、こいつでとどめだ、邪魔だ、切り裂け、先駆け、ちょろいもんだな、しゃあ、これっぽっちか、こいつで逃げやがったぜ、逃がせ、先駆け、こいつでなんだなんだ、これっぽっちで、ホムラちゃん、アスカ、それにユミ、ミヤビも、ホムラさん、相変わらず、これではっきりしたな、誰だ、この声は、まさか、ちゃんと揃ったようだね、あの方、うん、ばっちゃん、心配し、こんなところで何やってるの、どうその辺のこと、どういうこと、どうした、みやび、バカな、ありえない、どうしてお前がここにいる、リョウキ、ただいま、みやびちゃん、みんな、りょうきお姉ちゃんが帰ってきました、舞台に役者が揃ったようじゃの、さあ、これより祭りの始まりじゃ。
謝する。神楽千年祭にようこそ。神楽千年祭。神楽千年祭とは、無念のうちに死んだ忍び、死んだ忍びが生き返ってる。そう、さっきお前たちが戦った忍びたち。それって幽霊ってこと？なんだアスカ、幽霊が怖いのか？情けないやつだな。私は幽霊なんか怖くないもん。私だって怖くないさ、幽霊など。死んだ忍びか、なるほど。それなら、だけどどうしてバッチャンは家具。さあ、なぜかの。自分のしたことを忘れてしまったのか、アスカ。お前、年寄りに優しくしようとするのは関心だが、私はまっ、ぶっ飛ばす私を。ホムラちゃん、気をつけた方がいいよ。な、何？あの半蔵より強い。こう見えてもわしは元神楽だと。元神楽だろうがなんだろうが、老人の戯れに付き合う暇はない。残念だがそれは無理じゃの。千年祭が終わるこの世界ずっと疑問だ。どこじゃろね。でも生活に必要なものなんかもみんな揃えておいた。ちょっと待て、勝手に話を進めるな。さあ姉じゃない。無断欠勤したらバイトをクビになってしまうだろう。提案で、バイトをクビになる？それが何だってんだ。忍びのくせにバイトのことを気にするなんて、情けないったらありゃ猛烈に本当っす。うるさいうるさい、忍びもバイトも関係ない。私はいつだって目の前の人っていうか、誰だお前たちは。この子たちは三神楽三姉妹さ、神楽千年祭の執行部。三神楽、さまざまな世界と交信する力を持ったミコ。ホムラ、バイトのことなら心配はいらん。ここにいる。時間を停止させてるって、アスカさんのおばあさま、並大抵の力の持ち主で。サユリ様は伊達に長生きしてないっす。サユリ様が持ってる花火、私を年寄り扱いするとあんたでもぶっ飛ばすか。すいませんでした、申し訳ないっす。私たちが置かれた状況は分かりました。ですが、もしかしてばっちゃんは私たちに夏休みをくれたの？なるほど、それなら納得だ。外の時間が止まっているなら思いっきり、はあ、バカも！そんなわけあるか。忍びに夏休みな、お前たちを呼んだ理由。忍びの盆踊り、月仙、半蔵、蛇女、ホムラ、グレン隊。そしてルールは簡単よ。それぞれ81個の櫓を持ってお互いにぶっ壊し合うってわけ。あんたたち、夏だ祭りだ喧嘩ってわけだ。とりあえず脱ぐか。どうして脱ぐの？ちょっと待ってください。まだ私たちは忍びの盆踊りを。いや、お前たちやらないわけにはいかないね。なんか神楽への道が開く。神楽だと？ほう、神楽。神楽への道とはどういうことですか？それもいずれわかるさ。そうそう、戦いの場所は私が忍び結界で様々な場所に変化。とにかくお前たち、矢倉が最後の一個になるまで戦うがいい。まだまだわからないことだらけですが、やるしかないようですね。じゃあ手始めに一丁、私たちが遊んでやるぜ。祭りの祭りだ、ド派手に暴れてやろうじゃないか。
レンカバカリトール任務開始。なんかに負けたら。お前らふざけんなよ。今手を抜いていたわけではありません。戦いに集中。言い訳は見苦しいんだけど、集中できないのも実力のうちよ。入るんば。っていうかさ、やっぱりユミちゃんの感じ懐かしくて温かくて。まさか本当にそう。絶対にそうだよ。みのりたちが間違えるはずないもん。黒影おじい様、死んだ忍びが生き返る世界ならば。つまんねえな。せっかくの喧嘩が台無しだぜ。まあ気持ちは。どっちにしろ忍びの棒取りが終わるまではこの三日浦三姉妹行くよ。はーい。うっす。
次に会った時は本気で来いよ。気の抜けた喧嘩なんか私はごめんだぜ。